はい、皆さんこんにちは。今日は新しいゲームアイドルマネージャーの方をやっていきたいと思います。こちらがですね、ロシアの会社が開発したみたいなんですけど、見た感じは日本のよくあるような、ゲームに見えますし、音声も機械ですね、こちらの方も日本語対応ですし、テキストの方も日本語対応みたいです。で、自分経営系のゲームあんまりやったことがないので、うまいこといくかどうか分かりませんが、やってみたいと思います。ではですね、ストーリーモードでやっていきましょう。ニューゲームということで、まずはこれは女の人か男の人かなのかな、プロデューサーなんですね。主人公が確かプロデューサーなので、プロデューサーの作っていきましょう。ここはどうしよう、シムパパとしときましょう。グループ名は何だろう、おじさんずにしときましょうか。これでいきたいと思います。ライバルはまあ女性、チュートリアルはありでいきましょう。難易度はよくわからないのでノーマルで開始したいと思います。はい、いきなり始まると、こういうような会話ですかね、から始まるみたいです。読んでいくだけなので、これ藤本さんが読んだのかな、自分を。一週間前に何かがあったのかな。とりあえずこういうテキストは適当に読んでいきましょうか。この人は誰なんだ、とりあえず。なんかうっすらは見えてますけど、よくわかりませんね。よいしょ。あ、さよならって言っちゃった。言ってしまいましたので、進めていきましょう。チャプター1が始まりましたね。ということで、まずはなんだ？あ、この人か、藤本さんは。なんだろう、これは結局、これはこういう感じで進んでいくのかな？会話が重視なんですかね。とりあえず、この選択肢とかは適当に選んでいきましょう。なんか、今後に関係するかもわかりませんが、適当でいいか。さあ、アイドルグループ、SOP、スタンダードオペレーションプロシージャー。なるほど。自分、アイドルとかもよくわかりませんので、初めて聞く言葉とかも出てくるかもしれません。あと、このゲームもしやってる方いらっしゃいましたら、ぜひアドバイスなどをコメント欄にいただけたら嬉しいです。さっぱりわかりませんからね。まあ、とりあえずはやりながらいつも通り手探りで慣れていこうと思います。さあ、始まるのかな？まず、プロデューサー室を作ろうということで、ビルの未使用箇所を選択することで、そこに部屋が作れますという。ですね。これかな？テナント募集的な場所をクリックしましょう。あんで、プロデューサー室か。あ、これもう端っこに作られるんだ。次にスタッフタブを開いてください。これか。スタッフタブで、これ自分ですね。スタッフはカードの形で表示されますということで、はい。スタッフを選択してニックネームの変更と解雇ができますということで。まあ、ここで人を雇うということか。スタッフカードの手のアイコンをつかみ、プロデューサー室にドラッグしてください。あ、カードを引っ張る感じなんですね。よいしょ。ここからスタートですと。アイコンが示している箇所どこだ？あ、これね、日付ですね。時間、あ、ここに早送りとかもあるので、早送りとかもできるみたいですね。さあ、ここからはアイドル、あ、そうですね、グループといないとダメですね。地区、ブロック、全国のいずれかの希望でオーディションができると。まあ、最初はそうですね、お金もないので、地区予選しないといけないんでしょうね。アイドルでいいのかな？違う。これか。すいませんね。プロデューサー室を選択肢って書いてありましたね。で、オーディション。クールダウンリセット？どういうこと？あ、ここですね。地区、ブロック。あ、金額めちゃくちゃ違うな。とりあえず地区で行きましょうか。はい。オーディションの結果を見るために止まってる時間を進めましょうということで再生すると。顔のアイコン、これか。
に進行は、あ、なるほど、これが進んで満タンになると、それ結果が出るということですかね。早送りして満タンにしていきましょう。で、オーディションがついに終わったようですということで、これか。うん、5人の候補から1人。シルエット?シルエット。これ、1人目なのかな?どれがいいんだ?項目の、横に並んで2つの数字は最初の数値。で、現在の数値と括弧内は限界値。あ、ここまでしか伸びないよということですね。で、スキルがあるということで。とりあえずこれ、他のもってことは5人分選べるのかな?とりあえず全員見ていきましょう。お、なんかすごい人いるな。はい。で、ここと。あ、なんかこの人すげえ金色に光ってるけど、なんだろう。あ、能力も高いですね。これレアってことなのか。レアな人は金色なんですね。それぞれの総合得点を示しますということで。最低3人ですね。ということは、この人はまず入れた方がいいと。あとはどうしようかな。あ、押しちゃったけど。なんかこの人ちょっと不愛想なので、この人にしときましょうか。63点ありますからね。じゃあ、とりあえず3人選んだので、このまま行きましょう。頑張ります。期待裏切らないように頑張りますと。ねえ。あ、タトゥーシール貼ってあるのか。変わった子ですね。よいしょ。さて、3人入ったので、次はどうするんだ?毎日、1回アクティビティを実行できますということで、公演はメンバーのスタミナを消費して資金を稼ぎます。これですね。うん。で、宣伝はメンバーのスタミナを消費してファンを獲得しますと。スパは資金を消費してメンバーのスタミナを回復しますということで、そういう活動ができるんですね。で、これが、ファンの数か。と、お金ですね。はい、まずは宣伝をしてくださいということで、宣伝をしましょう。はい、7人。で、どうするんだこれ。合わせましたけど。あ、続けるが出ましたね。さて、日が変わって、今日は特別アクティビティ時、公演ですね。あ、日付ね、これ。よいしょ。はい。これちょっと早いな。早いので、読んでる間に過ぎてしまうので、ゆっくりにしましょう。また、アクティビティで開花、各アクティビティにカーソル合わせてレベルアップの条件。あ、これですね。できるということで宣伝しときましょうか。まずはやっぱファンを増やさないとダメですからね、きっと。まあ、とりあえずアイドル3人起用で、35プラス35ポイント。で、次、雑誌の掲載回数が3回になると、140ポイントでレベル上げれるんですかね。さあ、まあいいか。とりあえず次はアイドルの画面で、スタミナとメンタル。うん。スタミナが低いと負傷するリスクがあって、メンタルが低いと塞ぎ込む確率がありますということで、ここら辺と気をつけていかないといけないってことですよね。ディフォルト、矢印を選択して人間関係、どれ?これか。どれだ?人間関係はどれ?人間関係。どうなんだろう?おじさんず?違うな。あ、これは勝手に進んじゃったけど、これでなんか表してるって言ってますね。人間関係ありましたかね?わからないですけど、進んでいきましょう。有効度はあなたに対するメンバーの好感度か。なるほどね。それで、まあ、プロデューサーとの信頼関係的な感じですかね。影響力はメンバーがあなたに対してどれだけ恩を感じているかということで。うん、恋愛はお察しの通り。あと、プロデューサーなんだけど、アイドルに告白できるような恋愛ゲーム系のやつも兼ね備えてるのかな。まあ、いっか。で、人型のアイコンでプロフィールを開くと。うんうん、なるほど。で、ファンがこういう感じでいるということですね。仕事のタブは、ちょっと見づらいな。好感度 200%。
うん、なるほどね。で、ああそうなんだ、派閥とかあるの、すげえ複雑ですね。アイドルメニューかいずれもプロデューサー室にドラッグしてください。そうです。会話、あ、これメーター貯めないといけないんですね。では会話をしていきましょう。準備ができたようです。コーヒーで一息つきましょうということで、一息つきましょう。あ、なるほど、こんだけ会話ができるということですね。希望、グループ、影響力、あ、いじめなどもできるんですね。発見するには、あ、卒業ね。まずは雑談ということで、雑談していきましょう。あ、好感度上がってった。半分ちょい行きましたね。バーテンダーになりたいということで、アイドルなのに、トレーニング、セールス業、作成業務をこなしましょうということで、あ、これちょっと早いぞ。スタッフタブを開きましょう。その前にちょっと待ってください。このアクティビティをしていきましょう。ファンを獲得すると。1日1回ですからね。で、なんだっけ。スタッフですね。採用をやって、ダンストレーナーと振付師はどちらもダンスルームが必要。それぞれ得意な仕事内容にて2種類のスタッフに分かれますと。新人プロエキスパート、あ、レベルみたいなのがあるんですね。販売マネージャーか企画マネージャーを選択してください。この光ってるやつかな。販売マネージャーということです。獲得成功率が40、交渉成功率が62。こっちは獲得成功率30、交渉率は60ということで、企画タスクを 25% 拘束か。オファー獲得を 25%。なので、こっちにしていきましょうか。事務室を作らないといけない。これですね。で、ドラッグしていくのか。仕事を割り振っていないときに各部屋に配属されたスタッフは自動的に研究に取る。研究？何の研究なんだ？今回事務室に配属したマネージャーも仕事を割り振るまでは正常に研究ポイントを算出しますということで。なるほど、研究マークね。マネージャーは30。で、プロデューサーはもう600持ってますね。という前に日曜日になったのでアクティビティをしときましょう。宣伝ですね。これなんだ、こまめにしないといけないんですね。で、研究だったね。研究、購入も可能です。500ポイント。あ、買っちゃった。買っちゃいましたね。しまったな。研究ポイント使ってみましょう。マーケティングや取引先を選択肢をアンロックできますということで、写真撮影を、長押しすることでアンロックということで、写真撮影がアンロックされました。バラエティを解禁するためには一定数のファンと知名度が必要。あ、なるほど、知名度1でファンが1万人いないといけないんですね。前に戻って、スタッフの種別やジャンル、ダンサーなら振り付けのスタイルを新たに解禁できますということで、オファーを獲得してもらいましょうということで、これか。で、どうすんだ？オファーを、マネージャー、事務室をクリックしてオファーをすると。で、これも時間がかかるので見ていくという感じですかね。あ、いつの間にか水曜日になってるな。しっかりと宣伝していこう。35人になりましたね。あ、結構オファーまでは時間がかかるんですね。さあ、これ正解なのかな、これ。待ってる間、講演とかした方がいいのかな、わかりませんが、講演もしてみよう。お金がちょっと入りましたね。でもファンがいないからあんまり儲かってなさそう。はい、円マークをやってと。クライアントはそれぞれ特典の能力に秀でたアイドルを求めてますということで、うわ、全部かける 0.8 とかだぞ。セクシーとかがないからか。とりあえず一番お金がもらえそうなのはこいつなんだけど、あ、選択できますね。で、決定をすると。
よいしょ。自動オファーを選択すると。はい。でもこれをしてると研究ポイントがもらえないんですね、きっと。次はアイドルスタッフアクティビティなどのメニュータブの行き来が面倒。あ、タブショートカットキーの説明か。まあ、こちらはおいおいやっていきましょう。うん、なるほど。保有している研究ポイントが確認できますということで、あ、なるほど、そういうことですね。よし。で、業務は待機中のタスクを確認。どのようなタスクが待ってるでしょうか。ストーリー。あ、ストーリーが進むということですね。ようこそということで。基本この、なんだろう、文字ですね。会話の方は飛ばしていきましょうか。はい、次はダンサーを雇用しないといけないということで、スタッフタブで、ダンサーを取らないといけないということですね。これもレベルがあるってことですね。で、これどうすんだ？ダンサー、この人か。この人と、あ、もう一人しかいないので、この人にしていきましょう。で、空きスペースを使って、あ、ここも空きスペースか。なんか事務所の下っ側にでも作りましょうか。ダンスルームを作って、まあ、入れるんでしょうね。また研究ポイントができるので、これによって振り付けのアンロックをしていくということですね。ミュージシャンを雇う。この人かな？ボイストレーナーとミュージシャン。最大指導レベル1と40。まあ40の方でしょうね。で、レコーディングスタジオ。これを作っていきましょう。で、またこの人を入れるんでしょうね。はい。ダンスやボーカルのステー協力してくれますということで、あ、やばい、この間にも過ぎてますね。これ1日1回しかできないんだったらしっかりやった方がいいですね。ダンサーにダンスの指導をお願いしてみましょうということで、アイドルタブを開いてくださいと。で、メンバーを1人ダンスルームにドラッグして、ダンスか、能力のダンス17と15、この人の方が低いので入れていきましょう。で、ああ、なるほどね。先生の最大限までしか上がらないってことですね。よし。自動トレーニングを有効にすると、スタッフは自動的にメンバーの、ああ、なるほどね。それいいね。ここら辺の人もかな？自動トレーニングしていこう。勝手に入れていってくれてますね。シングルをリリースするためには、ダンサー、ミュージシャン、マネージャー、すべてのスタッフが所属していないといけません。研究タブからそれぞれ最低1つの歌詞、マーケティング、振り付け、ジャンルをアンロックしておく必要があります。ということで、研究から、ジャンルとかをやらないといけないのかな？音楽。マネージャーはなんだこれは。あとは、特には写真撮影とかあるからいいのかな？デジタル配信。で、次、ダンサーの人は何だろう。まだできませんね。買わないといけないのかな？買いました。キュートでいいのかな？まずはあれだな。能力見ていきましょう。キュート90、33。クール。高いのがキュートですね、やっぱり。キュート。この人もキュートが一番なので、キュートにしていきましょうか。なんだっけ？研究か。キュートということで、振り付けはキュート。で、音楽系ですね。これはどれがいいんだろう。この人も買わないといけないのか。あ、嘘。なんかお金がめちゃくちゃ減ってる。これ、いや、大丈夫なのかな？まあいいか。ポップにしときましょうか。で、これで全員分一応やったぞ。マーケティング振り付け。やりましたね。これ、お金か。これやばいぞ、これは。この人も、禁止よ。お金はちょっと入りますが、ほぼ役に立ちませんね。これでもう全部入れたんじゃないのかな？マーケティング、デジタル入れましたね。で、振り付け、言うと、ジャンル、ポップスにしましたよね。これでよしと。で、あ、シングルを押せばいいのかな？で、シングル作成すればいいんですかね。
願う。どうしていいのかが分かりませんが、よいしょ。ここは行き過ぎか。なんか違うんですかね。もう一回見ていきましょう。マネージャー、マーケティングですよね。振り付けのところが違うのかな。ダンサーの振り付けが、9と選ばれてますよね。で、ジャンルの方が、音楽のジャンルがポップということで、選んでますけど、どうしよう。これプロデューサーもなんか必要なのかな？あ、歌詞か。歌詞も必要なんですね。で、一番上の恋愛を入れておきましょう。これで OK ということで、シングルを作る。タイトルはこれでいいでしょう。で、まあ、ここに選べるのはこんだけだよということで、続けるを押しましょう。で、メンバーか。やっぱこのすごい能力の人を1番にしましょう。2番目はキュートなので、まあ一緒ぐらいか。こんな感じかな。これでいきたいと思います。よいしょ。はい。プロデューサーのとこに入れる。ああ、なるほどね。これでどんどん回していって、作成するということですね。ということで少し進めていきましょう。はい。ということでシングルが完成しましたので発売してみましょう。さあどうだ。販売、うわ、やべ、販売数55枚か。55枚しか売れてませんね。で、一応これレベルも上がるのか。ファンの獲得数がプラスの、あ、買った人もいかないんですね。ということで、知名度も1ありませんので、こんな感じか。なるほど。この人また出てきましたね。さあ、で、どうしたらいいんだ次は。ちょっと早いので見ていきましょう。はい。誰かマネージャーが来てくれましたね。アイドルの行動やイベント運営について、全員が同じルールで働けるように方針を決めてくださいと。さすがです。ということで、方針を決めていくのかな？さあ、なんだろう。写真撮影はあんまり、どうなんだろうな。よくなかったですよね。0.8 とか。まあ、いっぱい写真撮影でいいか。そうしよう。わかりました。で、他はキュートですね。キュートがみんな、いいです。高かったんで、キュートにしたいと思います。正統派。どんなん調査しない、通常の調査をすればいいのかな。SNS についてはどうするか。まあ別に特に気にしなくていいのかな。さあ、動画の配信についての方針。これ YouTube とかそういう感じなのかな。まあ別に制限しなくてもいいか。ゆるゆるでいきましょう。さあ、どうなんだ。他は、交際は制限。明確な規定は設けないでおきましょう。メンバーをある程度満足させておくということにしておきましょう。お、なんか、ダンサーの人が来ましたね。運営のイベントとかなんで、通常の警備。さあ、ダンスパフォーマンスは何だろう。どれがいいんですかね。まあ、インナーとミニスカートかな。エネルギー全開、バランスですね。バランスを重視しましょう。ありがとうございます。他は、あ、こんなもんでいいってことですね。で、どうなんだ。あ、やばい。体力がないぞ。体力がないので危ないですね。スパ。あ、他、レベルアップできる。レベルアップしていきましょう。よいしょ。これ、アイドルの体力が、ないんですけど、これ回復は自動的にしてくれるのかな？ちょっとわかりませんね。で、この人は、どうなんだ？あ、なんか、藤本さん来ましたね。順調ですよ、ということで。なるほど。さあ、どうだ？もうサポートがどうたらこうたらって言ってますね。
体力がやばい、回復しないな、スパイカさないとダメなんですかね。この能力高い子はめちゃくちゃあるんですけど、この人をもうちょっとなんかしよう、オファーを取ってきてこの子に働いてもらいましょうか。アクティビティも、あ、スパ2しか回復しないな、ファンをもうちょっと獲得したいということで宣伝をしていくか。でも体力が減るのでまずいですね。メンタルは強いけど全然、体力は回復してませんね。さあどうしたらいいんだこれは。あ、そうか、なんか自分と話するとかもありましたね。それらも試していきましょう。さあ少し早く時間を送っていこう。別にこれアクティビティは毎日やらなくても問題ないのかな。さあ雑談をしていこう。こういうのではあれかな、回復はしていかないのかな。最近のゴシップについて意見を聞いて、なるほど。木に、すごいな。木に生まれ変わることが有名。あ、なんだこれ。誕生日って書いてありますね。これどこ？事務所ないかな。ユーモアとスマートが上がりましたね。今の部屋は何かがよくわかりません。よし、この子もちょっと会話していくか。あ、体力ちょこっと回復しましたね。あ、オファー撤回なんで？オファーが撤回されましたね。雑談していこう。ただ話したいだけですね。手羽先を片手で食べることができる。すごい特技だ。なるほど。こういう特技などを聞き出していくことが会話の目的なんですかね。あ、ちょっとメンタルが減ってるな。暇すぎてメンタル減るのかな？よいしょ、オファーを取ってきてもらおう。さあ、体力が徐々には回復してますね。この人、ダンスがもうちょっと、あと、歌がやばいな。これがなんだ？リリースのシングルのやつですね。自分らは50何枚だったんで無理なんですね。乗ることもできません。ちょっとボーカルトレーニング行こう。この人はダンストレーニングかな？もうちょっとで黒字になるかもしれません。よし、この子は少し会話しておこう。さあ、どうだ？他は、進んでますかね？あ、オファー撤回？仕事は取れないんですかね？やばい、お金が減っていくぞ。どんどん減っていく。希望についてはなんだ？自分の番組が欲しい。それはどういうことだろう？さて、どうしていいのかわかりませんが、もう一回シングルを出してみるか。よし、今度はこれで行きましょう。デジタル配信。まあ、さっきと同じですね。これで行ってみましょう。この人さ、2番目はこの人にしてみましょうか、今度は。よし。で、まずこれを、歌詞をつけてもらいましょう。また、では、シングルができるまで進めていきましょう。さあ、ついに2枚目の CD が完成しましたので、発表していきましょう。お、今度は結構伸びたぞ。218枚ですね。伸びてますね。よし、レベルが結構上がった感じですからね。おっと、ファンの獲得もめちゃくちゃ増えた。トレンドボーナスも32になったということで、結構進みましたね。インタビューっていうか、雑談してみんなのしたいこともわかりましたし、これでストーリーも進めることができるんですね。相変わらずちょっとオファーは何回も回避されてます。撤回されてますが、こんな感じで進んでます。ということで、今回はほぼチュートリアル重視になりましたが、ここまでにしたいと思います。それでは皆様ありがとうございました。